私の名前はなるみ、タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。最近引っ越してきたママ友の夏さんは、自分は昔悪かったんだって自慢がすごいの。普通そういうのって自慢しないでしょ。自慢することでもないし、逆に恥ずかしいことだし。だけど彼女はまだそれに気づいてないみたいで。私には絶対逆らうなよ。私は昔悪かったから、警察に一回捕まってるんだよね。警察に捕まって牢屋に入れられたくらいじゃ反省なんかしなかったけど。その話300回聞いた。はあ？そんなに話してないし。私ここに引っ越してきてまだ2週間しか経ってないんだから、そんなに喋れるわけないでしょ。それぐらい同じ話を何度も聞いたって言いたいだけ。あなたが警察に捕まったかどうかは私には関係ないし、興味もない。私を怒らせたら何するか分かんないって話よ。私さ、すぐに怒って手が出ちゃうんだよね。警察に捕まった時もムカつくダチがいたから、そいつをズタボロにしてやった時で、そのせいで警察に捕まったけど全然後悔してないんだ。そうなんだ。それで？それでって何が？この話をわざわざ LINE で伝えて何をしたいのかなって。引っ越してきたばかりだから私のことを知らないと思って自己紹介してあげた。私はガキで癇癪持ちですってわざわざ教えてくれたのありがとう。な、じゃあ今後の付き合いはちょっと考えるね。私を怒らせないようにちゃんと気を使いなさいって言ってんの。怒らせると何をするかわからない人と行動したくないから、食事や旅行を一緒には参加しないように気をつけるね。そういうことじゃなくて、私の言うことを何でも聞けって言ってるわけ。私がお願いしたら荷物持ちをして、私がお願いをしたら飲み物を買ってきて、私がお願いしたら旅行の準備をしてお金も立て替えておいて。なんで私があなたの下僕みたいなことをしないといけないわけ？私を怒らせたら怖いから。今は結婚して子供がいるから警察には捕まりたくないけど、警察に捕まらない程度に痛めつけることなんて簡単なんだから。あなたが何かすれば警察に言う。そうしたらあなたは旦那さんやお子さんと会えなくなるけど、いいの？会えなくなることなんて絶対ないもん。私のことを黙って聞いてればいいの。もしそれがダメだって言うなら裏に呼んでこっそりぼかす。だけどちゃんと人様には見えないようにお腹あたりを重点的にしてあげるから安心して。警察に言えば一発よ。それに私はもしあなたに何かをされた時泣き寝入りなんて絶対にしない。何があろうと警察に絶対に使えてあなたを法的に裁くか。そうなってくるならしょうがないね。私の手には負えないわ。分かってくれればいいんだけど。ならその時は男を連れていく。は？私の言うことを聞かなければ私がボコボコにした後に男を連れてきて、服を脱がせて押さえつけて写真を撮る。もし警察に言うようであれば、その写真を全世界にばらまいちゃうわ。このラインを警察に見せるだけでも十分な脅迫罪になるんだけど、分かってる？ちょっとした冗談だって言えば警察は動いてくれないわ。ママ友同士のごたごたに警察はそう簡単に首を突っ込まないのよ。私と遊びたいんだね。しょうがないな。だけど遊んであげられるのは少しの間だけだよ。私の保護者が黙ってないから。保護者っていい年こいてママとパパに面倒見てもらってるの？怖いんだね、なるみちゃん。パパとママにお金の準備でもしてもらっててね。あなたも地獄に落ちる覚悟と準備をしておくことだね。次の日。おい、お茶買ってこい。やっぱりお茶じゃなくてコーラ。ペプシとコカ・コーラの両方とも買ってこないと、どういう目に遭うかわかるよね。自分で自販機で買いなよ。っていうか今日はママ友とカフェでお茶するんじゃなかったの？お茶会は13時から。だからその前に私にコーラ買ってこい。私はそのお茶会には参加しないんだけど。は？しないの？なるみさんにお金払ってもらおうと思ってたから参加しようと思ったのに。そんな急に言われたって参加できない。それに今回のお茶会にはあなたが参加するって聞いたから行かないことにしたの。何それ、ビビってんの？ LINE ではあんな強気なこと言ってたくせに、私のこと怖くてビビってるんだ。ガタガタ震えるくらいなら黙って私の言うこと聞けっての。あなたと関わって無駄に問題を費やしたくないだけ。それに私にひどいことをすれば、あなたにはもっとひどいことが返ってくる。ある意味私はあなたのためを思って行動してあげてるんだよ。何それ、なるみさんって漫画とか小説の読みすぎなんじゃない？
悪いことしたら悪いことがそのまま返ってくるんです。因果応報です。だから悪いことはしちゃダメですよとか信じてる感じの人なんだ。マジでウケるんだけど。信じてるとかじゃなくて、この目でずっと見てきたからね。これ以上私に絡むと、あなたへの仕返しがどんどんひどくなるだけ。仕返しって私に何かするつもり？別にいいよ、なるみさんと戦ってあげても。その代わりなるみさんが先に手を出してね。なんで私が？私がやり返すから正当防衛でしょ。だからあなたの骨が折れようと泣き叫ぼうとやめてあげないから。あなたに負ける気はしないんだけど、喧嘩はまずしない。喧嘩はしないじゃなくて、できないの間違いね。さっきから強がってばっかりね。 LINE だと威勢がいいのに。ビビってないでかかってこいよ。私は一回警察に捕まってるんだから、もう怖いものなしよ。私はあなたと一緒のお猿さんじゃないから、理性的に対応する。は？まずあなたの旦那さんに今回のことを伝えてる。これ以上私への脅し行為をするようであれば、警察にも連絡するって言ってる。は？マジでだるい。すぐ男に頼る女無理。好きに言ってどうぞ。私への迷惑行為や他の人への脅しのこともあるみたいだし、旦那さんに伝えておいた。残念だったね。旦那に言ったといえば私がビビるとでも思った？旦那は気が弱くて私には意見なんてできない。今までも何度か同じようなことがあったけど、旦那は謝るだけで私には何も言わない。確かに話した感じだと、またですか、すいませんって感じだったね。でしょ。だから旦那に言われたところで痛くも痒くもない。残念だったわね。旦那に言えば私がおとなしくなるとでも思った？私は絶対になるみさんのこと許さないから。もちろん旦那さんに言って終わりじゃないけど。え？あなたの家族、友達、会社の人全員に伝えた。何を？あなたが自慢げに話していた警察のお世話になったって話。嘘！ちょっと話したの？ふざけないでよ！っていうか連絡先なんて知らないでしょ！っていうかね。っていうかって書く人頭悪そう。いや、実際に頭悪いのか。今はそんな話してる暇ない。カフェに誰も人が来ないのおかしいと思わない？確かにもう少しで時間になるのに誰も来ない。あなたとはお茶を一緒にしたくないんだって、みんな。はあ？ドタキャンとかありえないんだけど。あなたに誘われた時に誰一人行くなんて伝えてない。断った人もいるのに、来なかったらお前のことをボコボコにするとか言ってんでしょ。みんな怖がって行く気なくなってるよ。別にいいし、お前たちみたいなダサい集団と一緒にご飯食べたくない。今日は引っ越し前のお友達さんも呼ぶ予定だったんだもんね。そうだけど、私そのこと話したっけ？そのお友達も来ないよ。なんで？引っ越し前に仲良くしてた友達3人を呼んだのに、絶対に来てくれるはずだもん。あなたが私たちにしてきたこと、それから警察のお世話になったって話を伝えたの。だからなんで連絡先知ってんのよ。そこはおいおい説明するとして、警察のお世話になってるって知っても、あなたとの関係は続けるって言ってた。ほらね。でもその後、私や他のママさんに送った LINE を見て気持ちが変わったんだって。え？私たちが見てきた夏さんはすごく優しい人だったから、警察のお世話になってたとしてもきっと改心したはずって。それがあんな LINE を送って人を見下してボコボコにするとか言ってて、あれを見て考えが変わったみたいだよ。一回落ち着いて話そう。私はいつでも落ち着いてるけど。私が警察のお世話になったっていうのは嘘なの？知ってる。じゃあなんで？私はある特殊な人から情報をもらって知ってたんだけど、他の人たちは夏さんが自分で自信満々に言ってたんだから、みんな信じてるんじゃない？あなたが嬉しそうに警察のお世話になったって話してる動画もお友達さんに送ったから。何やってくれてんの？3人とも私のことブロックしてる。 LINE スタンプがプレゼントできないってそういうことでしょ。グループ LINE もなくなって。全部自業自得だね。やってくれたなこの野郎。でもあなたは警察のお世話になったことを嬉しそうに話してたじゃん。仲のいいお友達には自慢しにくいのかなと思って伝えてあげたの。私の優しさだったんだけどな。そんな優しさいるか。ゆりとひまわりと夏のライン。汚いゴミ虫は消えろ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 。それいきなり送るのは怖いって。だってこんなふざけたこと言う人なんですから、さっさと消えてもらわないと。ゆりさんにひまわりさん。引っ越してきたばかりの夏さんは知らないと思うので説明しますね。ゆりはなるみさんのことが大好きな、なるみさんの守護者ことストーカー。
それでいてメンヘラ、ヤンデレ、粘着質ときました。なのでなるみさんに関わった人のことを調べ尽くして、なるみさんに迷惑をかけた人のことは消すのが仕事なんです。は？寒すぎ、滑ってるから。好き勝手言ってくれるじゃないですか。何も言ってないじゃない。お前じゃねえよ、自意識過剰。なんですって？ってことは私？最近多めに見ているからと好き勝手言っていますね。注意するのが面倒だから言っていないだけで。全然認めてないんですけど。褒め言葉なんだってば。だいたいあなたは能天気運だけハッピー野郎じゃないですか。それに胃袋、化け物、酒吸収、ろ過女ですし。何それ、なんかすごい名前になっちゃってるよ。ありえないくらい食べて、あれだけ酒を飲んでも酔わないんですから。ユリは何でもできるのに、ネーミングセンスだけは壊滅的だね。私がユリに素敵なあだ名をつけるとしたら、ビッグバンラブリーユリンゴとかかな。あなたのネーミングセンスの方が終わってるじゃないですか。私を無視して勝手に話を進めるな。なるみさんがどうして私の友達の LINE を知ってるの。私の会社にも連絡したとか言ってたけど。さっき言ったでしょ、なるみさんに関わった人のことを調べ尽くしていると。言ったけど、もしかしてユリがあなたのことを調べ尽くしているので、お友達さんの連絡先とか職場も分かってたんです。連絡したのもなるみさんじゃなくてユリですし。勝手なことしてくれたわね。私のなるみさんに迷惑をかけたんですから当然です。あなたが会社でいじめをしている証拠も会社にお渡ししています。多分クビになるか自主退職でしょうね。やっと見つけた職場だったのに。お友達さんからもブロックされてますしね。なんで私の話を聞かずに勝手にブロックしちゃうのよ。あなたがやってきたことを全部動画やスクショでお見せしました。そもそもそれがおかしいんだよ。いくら私のことを調べたからって、こんな短時間でそんな証拠なんて。ユリならできるんですよ。あなたが生まれてきてから今日までの過去を全部調べ上げたので。勝手なこと言うな。はあ、なんで旦那から離婚しようって LINE が来てんのよ。今まで私が何しても怒ったり離婚しようなんて言わなかったじゃん。最初は何度も言っていたはずですよ。言われなくなったのは諦められたってことです。離婚なんて絶対しないから。あなたが離婚するのは決定事項です。そして私のなるみさんに迷惑をかけたんですから、これから痛い目に遭ってもらわないと。どうしましょうか。脳みそを酸でドロドロに溶かすとか、なるみさんを殴ろうとした手を切り落として足も切り落とすとか。ユリらしいお仕置きだね。勝手に妄想してろ。お前たちの妄想に付き合ってる暇はないから。私もあなたのように暇ではないので、サクッとお仕置きを決めてしまいましょう。離婚は嫌だ、会社も辞めない、友達には会いに行って誤解を解く。ブロックした友達がいきなり会いに来たら普通に恐怖だと思いますけど。黙れ、お前の意見なんか聞いてない。おー、怖い怖い。癇癪持ちっていうのは本当だったんですね。違うから。そうですね、決めました。は？何するの？こんな汚いゴミ虫が役に立つ方法がありました。もし今後なるみさんが病気にかかったり、何かのウイルスにかかってしまったら大変でしょ。確かに病気やウイルスから守るのはさすがのユリでも厳しいもんね。さっきから何なの。喋るなよ、汚い唾が飛ぶだろうが。へえ、こわ。ユリはこれでも優しい方ですよ。どこがよ。だから彼女にはいろんなウイルスを体内に入れたり、毒ガスを吸ってどうなるかの実験の手伝いをしてもらいましょう。前半はわかるんだけど、毒ガスって。なるみさんに危害を加えようとしたのに腹が立ったので、死なないギリギリまで痛めつけて治して、心身ともにボロボロにしようかと思って。っていうのは冗談です。毒ガスに慣れておけばいろいろと抗体ができそうじゃないですか。それらしい理由つけたけど、絶対前半の理由がメインでしょ。そんな恐ろしい研究なんて私は絶対に手伝わない。手伝う手伝わないじゃなくて、連れて行かれちゃうです。嫌よ。別にいいじゃないですか、家族も友達も仕事も失ったんですから、行く場所ないですし。だからってそんな地獄のような場所は嫌。私を怒らせたらどうなるか。私を怒らせたらどうなるか伝える手間が省けました。今から身をもって体験できますからね。一番怒らせちゃいけない人を怒らせちゃったね。ま、待って、許し、待ってってば。その後、夏さんは会社をクビになった。
旦那さんからもこれ以上お前と一緒にはいられない、俺や息子と一緒にいればそのおかしな嘘をつく癖もなくなると思ったけどひどくなる一方だから俺たちは一緒にいない方がいいって言われて離婚。引っ越し前の地域で友達だった人たちの家に行ったらしいけどアポなしで行って何度もピンポンピンポン連打して結局警察を呼ばれてもう近づかないようにって注意されたみたい。彼女の元には何も残らなかった。あ、仕事だけは残ったね。みんなのために体を張る大切なお仕事だよ。何でもウイルスを体に入れて抗体を作ったり反応を見る仕事みたいでさ、高熱が出て1週間近く寝込んだり体中をかきむしるようなかゆさが出たり、ストレスで髪の毛は真っ白になって体重も落ちちゃったみたい。でも健康体でいてほしいからって点滴で栄養は補給されてるそうだから死ぬことはない。体調悪い日って1日でも何もかも嫌だって思うのにそれが365日続くって考えたら地獄だよね。生きてる方がいいのか召された方がいいか難しい問題だね。でも一つだけ言えるのは因果応報はあるよねってこと。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。